マックス・スレイ・ホーク・トップ・ポートレート・オブ・ザ・ダンサー、メリエッタ・ディリガード、1904年の作。ダンサーを描いたものであり、世界的バレリーナのアンナ・パブロアを描いた肖像画でもある。ダンサーとは、ダンスを踊る者、またはその職業を言う。集団の場合は、ダンスグループ、ダンスユニット、ダンスカンパニーなどと呼ばれる。バレエから、社交ダンス、ストリートダンスなどの、 様々なジャンルの踊りを踊り、自己表現するもの。振り付けができるものは特に、振り付け師や、コレオグラファーと呼ばれ、ダンサーが必ず振り付けをできるわけではないことを示す。また、クラシックバレエに対して、現代舞踊のことを、コンテンポラリー、ダンスと呼ぶ。他にもベリーダンスや、フランメンコ、ハワイアン、ジャズダンスや、ヒップホップダンス、ブレークダンスなどに、 それぞれダンサーがいる。日本語では舞踊家ないし舞踏家と訳されるが、こちらは一般的に舞台芸術を踊る者を特に指す場合が多く、カタカナのダンサーとは使い分けられることがある。また、メインのダンサーの後ろで踊るダンサーのことをバックダンサーと呼ぶことが多い。ありがとうございます。